俺がお前の全てを背負う。お前が必要だ、伏竜。いや、孔明。どうぞ私をあなたの正義のためにお使いください。劉備に迎え入れられた孔明は、巨大な曹操軍に立ち向かうため江東の孫権と手を結ぶことを提案した。一方、ミリシャ統一へと動き出した曹操は、三公の証である成功権を目覚めさせた。劉備と曹操、劉邸権と成功権、共に三公の魂を継ぐ男たちの戦いが今始まろうとしている。政権落ち。曹操が攻めてくるじゃと。それはまことか、劉備。間違いありません、劉表様。一大事じゃ、この世の終わりじゃ。まだ終わってなどいません。すでに江東の孫権には援軍を要請しました。孫権の軍と劉表様が持つ慶州水軍の力を合わせれば、まだまだ勝ち目はあります。劉表は今死んだ。え、そうじゃ、劉表は死んだのじゃ。わしは知らん。劉表などという男は一切死ぬんだ。なんだありゃ。たく、孔明にしろ、あの劉表のおっさんにしろ、慶州じゃ死んだふりするのが流行ってんのか。ともかく、これで慶州水軍の力を得ることはできなくなりました。江東の孫権軍も未だ音沙汰なしか。このまま我らだけで曹操軍を迎え撃つとなると、戦いは厳しいものになりますね。曹操軍です。その野郎、なんて数で攻めてきやがったんだ。かつての東卓軍を飲み込み、今また炎紹軍すらも飲み込んだのか。このままでは慶州はひとたまりもないぞ。曹操軍がなんだ。兄貴、たとえ相手がどれほどの大軍でも、俺たちはいつだって立ち向かってきたじゃないか。ああ、そうだな、兄貴の言う通りだ。戦いましょう、曹操軍と。兵なくば森を兵とし、陣なくば大地をもって陣となす。お任せください、戦い方はあります。この近くに逃げ込んだはずだ。探せ探せ。ここだ。いつの間に。王が百裂が来る。来たぞ、あっちだ。どこへ行くつもりだ。何、はあ、真空陣。何事だ。劉備軍の伏兵です。何だと、あの劉備がか。伏兵に夜襲、明らかに今までの劉備とは違う戦い方です。おそらく奴らには軍師がついたものと思われます。軍師だと。爆裂大雷だ。青龍弾。へい、どうは。うん、はっ、うん、やっ、どうた、どら。せ、
先遣隊は全滅。おい、しっかりしろ。けえ、劉備め、もう我慢ならん。俺の手で叩き切ってやる。その必要はない。だ、殿。ふん。劉備、貴様ら。久しぶりだな、劉備。やはり貴様とはこのような形で相まみえるしかなかったようだ。互いの選んだ道だ。世の軍は数十万、それをすべて四人で止めるというのか。止めてみせる。面白い。その度胸に免じて世自らが相手となってやろう。何、どうした兄貴。竜帝剣が共鳴している。あの剣は一体。これこそは成功剣。貴様の持つ竜帝剣と同じく三皇の魂を継ぐ者の証。三皇の証だと。そうだ。そしてもう一つ、劉備のあんちゃんたちは強いんだ。きっと曹操軍も軽くやっつけてくれるさ。なんだ。そんな。見てあれ。一体何が起こってるんだ。いけない、あの力に立ち向かっては。電力街。なんてこった。曹操はすでに自らの意志で天の力をも操るというのか。劉備、貴様の力見せてみよう。いけません劉備殿。あの電力街には呂布ですらかなわなかったのをお忘れか。だからといって俺たちが引けば慶州の民はどうなる。しかし離せ。まだだ。聖龍山。兄貴、負けられない。民のためにも正義のためにも、俺は絶対に負けるわけにはいかないんだ。我らも行くぞ張飛。おお兄貴、行く。三位一体神龍。さすがは劉帝剣。神話の時代から受け継がれし三皇の力。玉璽。そうか、貴様もまた天に選ばれし男というわけか。だが天に届いたのは世の理想だ。これで終わりだ。天宝火炎山。
さらば、竜帝を継ぐ者よ。次回 SD ガンダム三国伝激震超反響。